ミスジンソーダ、平野志陽と東京03角田が送る、清涼感と新たな興奮の宴、お酒の新たな旅が始まる、平野志陽さんと東京03の角田昭弘さんが初共演する、ミスジンソーダの新 CM が公開され、これまでにない清涼感と新たな興奮が広がっています。サントリー株式会社の担当者からの取材により、今回の記事ではその魅力に迫ります。今までにない視点で、様々なエッセンスを探り、 独自の表現で、ミスジンソーダを再構築していきましょう。ミスジンソーダは、柚子、緑茶、生姜の和え素材が織ります。爽やかな味わいが特徴のジンです。これまでのお酒とは、一線を隠す爽やかさは、ビールや甘くないお酒好きな方に特におすすめ。清々しい味わいが、新たなお酒のスタンダードを築いています。新 CM は、平野紫耀さんが初めてお酒の CM に登場。ブランドの象徴である、 すがすがしさを体現し、共演の角田昭弘さんとの軽妙なやりとりが見どころです。二人が手羽先が名物の居酒屋で、ミス、SUI を楽しむ様子は、新たなお酒の楽しみ方を提案しています。ミスジンソーダの魅力は、日本の食とも相性抜群な柚子、緑茶、生姜のあえ素材にあります。これが実現する、爽やかですがすがしい味わいは、まさに新しいお酒の地平を切り開いています。 読者の皆さん、これまでにない体験を求めて、ぜひ、ミスジンソーダの魅力に触れてみてください。なぜ今、ミスジンソーダが登場したのか。それは、サントリーが、食に合う、味わいを提案し、続けてきた中で、新しい展開を迎えるため、3年間にわたり、ミスの魅力を知る層を広げてきましたが、今回は、ますます多くの方に手に取っていただくため、ミスジンソーダの特有のさっぱり感と爽やかさを際立たせました。 読者の皆さんへのメッセージとして、糸図生成し、ミスジンソーダの美味しさを CM でも好評の通りぜひご体感ください。あなたの新しいお酒のお供に、清涼感と新たな興奮をお届けします。コメント欄には、ミスジンソーダを愛するファンたちの声が寄せられています。普段お酒を飲まない方も、平野潮さんの起用により新たな楽しみが広がったとの感想が多数。甘いお酒が好きな方は、シロップで割る提案もあります。 そして、料理酒代わりに使うアイディアも登場。これまで知られざる、ミスジンソーダの楽しみ方が広がっています。ジン好きの方も、これから初めて酒にする方も、平野史洋さんと共に、ミスジンソーダの世界を探索してみませんか清涼感と新たな興奮があなたの飲み物の時間をさらに豊かに彩ります。サントリー様、この新たなる旅路を提供してくれてありがとうございます。